オンネット駅は、太陽国、バンコクと、ワッタナー区にある、バンコクスカイトレーンスクムーイット線の駅である。スクムーイット通りの直上にある、バンコクスカイトレーンスクムーイット線の公開駅である。開業後しばらくは、終着駅であったが、2011年8月12日に、スクムーイット線が、ベイリング駅まで、延伸開業したことにより、途中駅となりこれに合わせて階段が増設された。 2階でショッピングセンターのテスコロを足すと連絡通路により直結されている。当駅周辺は住宅地であるため他駅に比べ乗降客数が多い。当駅よりベーリング駅までは運賃が別立てとなっており、この区間は乗車距離に関係なく10バーツとなっている。この区間以外から乗車の際には当駅までの運賃に加え10バーツが必要である。 相対式ホーム2面2線を持つ、高架式3層構造の高架駅である。2014年より、稼働式ホーム柵の使用を開始した。駅直下のスクムーイット通りには、各社路線バスが運行されている。かつては、エアポートエクスプレスという空港連絡バスが、スワンナプーム国際空港まで運行されていたが、2011年5月に、廃止された。2、23、25、 38、45、46、48 11、116、507、508、511、513、544、545、王国の鉄路大鉄道の歴史 P320。ありがとうございます。